ミは買ったし、ピンセットも買った。蔵に置くお菓子は明日かすみたちが来た時でいいか。あれ、あそこにいるのって、はあ、こっちの駅にはまだ残ってるかな。残ってるやつたくさん買ったのに、まさか全部外れだなんて。悪すぎだよ。あ、アリサ先輩。ああ、ナナミちゃんだよね。こんにちは、奇遇ですね。今日はお出かけですか？うん、ちょっと買い物にね。今終わって帰ろうと思ってたところ。お買い物ですか。あ、そうだ、この前はお花見に誘っていただいてありがとうございます。すっごく楽しかったです。いやいや、私が何かやったわけじゃないし、けど楽しかったならよかったよ。おかげでいろんな先輩たちとお話できました。リミリン先輩ともホラー映画の話で仲良くなれましたし。リミもホラー仲間が増えたって言ってたよ。今度おすすめのホラー映画を教えてもらうんだって喜んでた。ああ、それならよかったです。ちょっと熱く語りすぎちゃったかもって心配してたので。それリミも同じこと言ってたよ。映画見に行く約束もしてるんだっけ。はい、最新作が出たら一緒に見に行こうねって言ってくれたので、今から楽しみなんですよ。あ、アリサ先輩も一緒にどうですか？いや、私はいいかな。ホラーあんまり得意じゃないんだよね。けど、ありがとう。いえいえ、興味があったらいつでも言ってくださいね。ナナミちゃん、すげえいい子だな。先輩になるのってこんな感じなのか。今までこういう後輩いたことないからよくわかんないけど、なんか悩んでることとかあったらいつでも相談してよ。その一応先輩だし。わあ、ありがとうございます。それなら早速聞きたいことがあるんですけど。お、なになに。今とあるお菓子を探してるんです。この辺りのお店に詳しくないので、コンビニとかスーパーを教えてもらえませんか？お菓子？思っても見ない質問が来たな。はい、超人気のお菓子なので、多分アリサ先輩も知ってると思うんですけど。アリサちゃん、ナナミちゃん。お、この声は。やっほー、二人で何してるの？ひなさん。何かしてるわけじゃないですけど、偶然会ったのでおしゃべりしてたところです。ひな先輩は何してたんですか？私、さっきまで撮影の仕事だったんだ。イブちゃんと一緒にファッション雑誌のモデルしてきたとこ。イブ先輩がモデルやってるのは知ってましたけど、ひな先輩もモデルのお仕事されてるんですね。うん、今回は高校生に人気がある雑誌だから、現役高校生をモデルに使いたかったんだって。高校生に人気。私、見つけたら絶対買います。ありがとう。そういえば、なんかさっきお菓子探してるみたいな話してなかった？はい、どうしても欲しいお菓子があるんです。家とか学校の周りのお店にあるのは全部買ったんで、こっちまで探しに来たところなんですよ。全部？へえ、そんなにたくさん買うってことはよっぽど好きなお菓子なんだね。いや、好きって言っても買いすぎな気がしますけど。そろそろ販売期間が終わりそうなお菓子なんですよ。だからお店に残ってるのを探してるんです。へえ、じゃあ今買わないともう食べられなくなっちゃうんだ。ああ、そういう考え方もできますね。そっか。ねえねえ、私も一緒に行ってもいい？なくなっちゃうならその前に一個食べてみたいし。もちろんです。むしろ付き合ってもらっちゃっていいんですか？うん、
この後どうせ暇だし。それにお花見の時もあんまりななみちゃんとは話せなかったから話してみたくってさ。わあ、ありがとうございます。私も先輩たちともっとお話ししたかったので嬉しいです。よし、それじゃあ3人でお菓子探しに行こう。え、私もですか。あれ、探さないの。てっきり一緒に行くんだと思ったよ。ひなさんの思いつきに葉沢さんが振り回されてるってランちゃんからよく聞くからな。まあそれならなおさらななみちゃん置いていくのもあれだよな。それにちょうど蔵のお菓子も買いたいと思ってたとこだし。わかりました。それじゃあ一緒に行きましょうか。アリサ先輩までありがとうございます。先輩と一緒にお買い物なんて、へへ、嬉しいな。それじゃあ今度こそ出発。はい、行きましょう。あ、ちょっと二人ともストップ。え、何、早く行こうよ。いや、まずはどんなお菓子なのか聞かないと。売ってるお店知ってるかもしれないし。確か聞いてなかったっけ。ななみちゃんが探してるお菓子ってどんなやつ。はい、皆さんご存知、毛料理。